皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢弘幸です。はい、私のところにもですね Z52 が来ました。今日はこちらのカメラのレビューをしていきたいと思うんですけど、もうどういうカメラなのかっていうのは大体あの他の YouTuber の方がいろいろ紹介されているので、自分のチャンネルではやりません。じゃあ何をやるかというと、画質比較ですね。星撮った時にどうなのかというところをご紹介したいなと思います。一応比較対象はですね ZFC にしました。ZFC と比べると大きく違うところといえば、まあ画像処理エンジンが変わったというところと、それからスターライトビューですね。成形写真を撮影するときに風景部分がブワッとこう、見やすくなるという液晶ブーストの効果が Z52 から、つきました。のでスターライトビューがついた時点で、まあ星向け、より星空撮影向けになったっていうのは間違いないんですけども、実際の写りがどうかっていうのを今日は検証していきたいと思います。すごくですね、重箱の隅をつつくような、そんな検証になりますけども、参考にしていただければ幸いです。じゃあ行ってみましょう。検証用の画像がこちらになります。左側の写真が Z52、 右側の写真が ZFC という感じなんですけど、一応右下にですね、まあいろいろ作ったんですが、ここですね、感度別で撮影します。使用したレンズはですね、Z52 のその DX 用のレンズでは F2.8 の星向けのレンズっていうのは純正ではないので、シグマさんのレンズ使いました。 16mm の F1.4 ですね、コンテンポラリーというレンズを使いました。それを F2.8 に絞っています。で、露出時間に関しては感度別に適正露出が、出るような感じにしてますけども、そんな画像を検証していきたいと思います。で、右側が ZFC で左側が Z52 ですね。色が違うのはですね、すいません、私ホワイトバランスの設定ちょっとミスったみたいで、 Z52 が太陽光固定だったんですけど、 ZFC オートになってたみたいで、すいません、色が違うんですが、多少色合わせたんですけどね。で、撮影設定については、感度別に検証しているんですけども、長秒時ノイズ低減はオフ、高感度ノイズ低減もしない、で、ピクチャーコントロール、ピクコンはですね、フラットを当てている状態でございます。でですね、私の中で ZFC ってもう十分ですね、良かったんですよ。まず以前に私 ZFC の動画出してますけども、星ってフルサイズじゃないと撮れないみたいなイメージで、もう完全に古いですからね。 APS-C サイズとかマイクロフォーサーズの、カメラでも十分星撮れるような性能になってきて、まあ比べれば感度ノイズは、高感ノイズはフルサイズの方が少ないんですけども、それでも十分撮れるようにはなってきて、まあむしろレンズの明るさの方が大事だよみたいなところがあるんですけども、そんな中でですね、 ZFC っていうのは非常に優れたカメラだったんですね。写りいいんですよね。私もすごく好きなカメラだったので、だからその ZFC と比べてどうなのかというところを見ていきたいと思います。まあ、大体ね、こう新商品が出ていろんな動画の機能が強化されたりとか、そういうのがあると、ちょっと写真の画質落ちちゃったりするのが定説だったりするんでね、そういうのないのかなっていうのを見ていきたいと思っています。あ、これ邪魔くせえな、はい、すいません。じゃあ拡大してみてみます。はい、重箱の隅を続いていきますよ。これ今ですね、感度1600で見ています。まあわかんないですね。気持ち ZFC の方がノイズ多いのかな。ちょっと3200いってみましょうか。3200、はい、3200を今表示しました。Z52 の方がノイズ少ない感じするね。はい、で6400見ていきます。これが6400ですね。あれ、6400だとだいぶ変わってくるかな。やっぱり Z52 の方がノイズ少ないのかな。12800見てみましょう。気持ちいい、やっぱり Z52 の方はノイズが少なくなってる感じがしますよね。すごく細かい差です。はい、すごく細かい差なんで、まあ、大した差じゃないですね。継続していいですよっていうことが言いたいです。で、一応こう、なんていうか、同じシーンを撮って貼り合わせている状況なので、
完全に同じ場面を今見ているわけではないんですが、ちょっとずらしてみましょうか。こんな感じで拡大すると多分同じところを見てることになるんじゃないですかね。はい、そうですね。うん。こうやって見てみると、あ、カラーノイズが少ないんだ。カラーノイズが少ないですね。Z52 の方がカラーノイズ、ちょっと ZFC の方が赤っぽいの分かりますかね。で、Z52 の方が、赤っぽくない。まあ、これ、ホワイトバランスのせいじゃないのみたいに思うかもしれませんが、おそらくこれ、熱ノイズの影響ですね。だから、放熱が Z52 の方が優れているので、カラーノイズが少ないということが言えるんじゃないかなって思いますね。ちょっと6400もう一回見させてもらいますね。6400。うん、やっぱそうですね。まあ、私が使い込んだ ZFC と新品の Z52 では、やっぱり、まあ、正確な判定にはならないんだと思いますが、まあ、それを加味してもですね、Z5G の方が良くなってますね。うん。良くなってるなというふうに言えると思います。はい。じゃあ次はダークノイズというのを、検証してみようと思います。ダークノイズっていうのはですね、このキャップをした状態でシャッターを切った時に得られるノイズだけのデータのことを指します。で、この設定はですね、感度12800で60秒という露出をしています。で、ZFC と Z52、この両者で感度12860秒で撮影した時 の、 そのダークノイズ、ノイズのみのデータを見た時にどうなのかというのを見ていきたいと思います。非常に細かいこと見ていきますよ。はい。で、こちらが Z52、ZFC、Z52、Z52。まあ、これもね、私の ZFC、それなりに使ってるの、まあ、使ってるって言っても1年ぐらいか。まあ、使い込んだ機種と新品を比べているので、ホットピクセルの数とかはちょっと差があるかもしれません。まあ、Z52 もちょっとホットピクセルは出てますけどね。うん。ただ、結構違いますね。ダークは ZFC の方が赤いバラバラバラっていうのが多いです。で、これ、わかりやすいように強調してみますね。ドーン。はい、強調します。ZFC、Z52、ZFC、Z52。赤いムラムラムラってやつが Z52 の方が少ないの分かりますかね。ちょっと引いてみましょう。引くと分かるから、これ ZFC、Z52、ZFC、Z52。 うん、そうですね。ダークノイズは ZFC より Z52 の方が少ないですね。ただです、ダークノイズの出方としてはそもそも両方とも多いです。だから、そんなに暑いところ得意じゃないですね。暑いところでの成形写真得意じゃないですね。だから、夏場の成形写真ではどちらも、熱ノイズが出やすくなるでしょう。はい。なので、まあ、二つともね、バリアングルモニターなので、ここにそのセンサークーラーとか貼って、まあ、センサー側を冷やすっていう努力が夏場は必要かもしれませんが、その、まあ、両者を比べると、Z52 の方がダークノイズは少ないよっていうのが分かります。まあ良くなってるっていうことですね。はい。うん、もう、まあ APS-C のカメラにしてももうちょっとダークノイズ少なくていいかなって思うんですけどね。まあこの辺は今後に期待ですけど、特にこの左側のこれバッテリー側ですけど、バッテリー側の熱ノイズね。うん、これもうちょっと減ればいいなって思いますけど、まあそもそもダークノイズ少し多い。ニコンの APS-C サイズのカメラですけども、比べると Z52 の方が、良くなっているというのが言えると思います。で、その他気になった点。液晶モニターがね、まあどうやら ZFC より、ZFC と Z52 違うものを使ってるみたいなんですけど、ピント合わせは ZFC の方がしやすい気がしますね。ニコンって、前にまあこういう動画出してるぐらいですね、ちょっと液晶モニターが見づらくて、どちらかといえばですね、その暗所、星空の撮影での、ピント合わせっていうのは苦手っていうか見にくい機種、カメラなんですよ。まあ、この動画でもお話してるんですけど、
広角レンズ使ってれば電源をオンしたらね、フォーカス位置の記憶をオフにして電源をオンにすればもう無限遠のピントそもそも出てますよっていう、そういう機種ではあるんですけど、もうちょっと精密にピント合わせしたい時とか望遠レンズ使いたい時とか、そういう時は暗所でのピント合わせってのはちょっと見にやりにくい機種なんですね。スマホでその場で撮った画像なんですけども、 ZFC と Z52 の、暗所でのピント合わせの風景をですね、こうお見せすると、なんだろうな、 Z52 のが見にくいんですよね。どっちもノイズが出て、そもそも液晶モニターは見づにくいんですけど、まあこの辺は今後ニコンさん本当改善していただきたいなと思うんですけど、 Z50 の方はより見にくくなってる気するな。もっと見やすくなるといいんだけどね。っていうところはちょっと使ってて気になった点ですかね。フォトショップでは読み込めるんですけど、ライトルームでは Z52 のローデータっていうのまだ読み込めないみたいなので、まあ実際作品的なものっていうのはまだ仕上げられてない状態での、なんていうか本当検証画像だけでの評価にはなりますが、まあトータルで言うと、まあいろいろね性能強化されて、そもそも ZFC よりも上になってますよっていうことと、それから画質比較的には、ダークノイズは減ってるし、それから高感度耐性もノイズも少なくなってるということで、ただちょっと液晶モニター見づらくなったかなっていう感じなんですけど、星形写真、星の写真を撮るっていう観点においても良くなってるって言っていいんじゃないですかね。これ売れそうだね。さらに売れそうですね。ということで、星空写真家の成沢博之が検証した結果をお届けいたしました。はい、今日はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。